それで計画の方は順調に進んでいるのかね。ええ、問題なく。すでに火星の後継者も行動を開始しています。くれぐれも言っておくが、我が国はこの件に関して一切無関係であるから、そのつもりで。どうぞご心配なく。あなた方の国が表立つことは決してありません。ただ成功した時の見返りはきっちりいただきますわよ。分かっている。なでしこは補給を終えたようです。そう、じゃあ私たちもそろそろ準備しましょう。ターゲットは捕捉しているわね。はい。おとなしく待っていなさい、イネス・フレサンジュ。売り畑さん、作業の進行状況を報告してください。そんな簡単に終わるかい。今 70% ってところだな。もうちょい待ってくれ。ミスマル総司令から通信です。艦長、なでしこの補給はどうかね。では準備が整い次第、諸君らには火星に向かってもらう。そう、火星だ。現在火星の後継者が各所で戦闘を開始している。規模こそ小さいのだが、残存部隊にしてはいささか度が過ぎている。もしかすると我々の予想以上に戦力が残っているのかもしれない。で、なんで火星なの。新地球連合に勝てると本気で誰らが思っているかね。我々も彼らの目的は別にあると考えている。真の目的は火星遺跡。そう考えるのが妥当だろう。彼らにとって火星遺跡の占拠、そしてボソンジャンプの独占こそが戦局を有利に運ぶ最大の近道なのだよ。でも永久ジャンパーがいなければ完全なボソンジャンプはできませんよ。イネス・フレサンジュ、遺跡調査のため今火星にいるのだ。まずいですね。永久ジャンパーにしてボソンジャンプ研究の第一人者ですから。だからフレサンジュの保護も含めて敵の火星遺跡占拠を阻止してもらう。よろしく頼むよ。これは急がないといけませんよ、艦長。前方40キロの地点に武装反応を確認。敵機動兵器のようです。さっきの艦隊の地上部隊でしょう。まっすぐこちらに向かってきます。ちょっと待ってくれよ、まだ補給作業も途中だぞ。急に言われてもな。分かった、なんとかしてみる。ただし補給作業は遅れるぞ。よし、すぐ準備する。